高尾山は、兵庫県足足奥山にある、六甲山系の標高272メートルの山。頂上付近に、戦国時代に築城された、高尾城の城跡があるため、城山とも呼ばれる。高尾山は、住吉川の谷と足屋川の支流黒、越谷を挟んで、六甲山狩流線の南側に位置する山である。高尾山から北へ続く稜線は荒地山に続いており、 荒地チ山への主要登山道である。この南北の両線は東西に切れ落ちており、東側はアシ屋ア川の谷、西側は高座川の谷となっている。山頂付近は南北に2つのピークが並び、北側のピークが標高272メートル、南側のピークが標高260メートルである。一般的に高尾山といえば北側のピークを指し、南側のピークは 城山と呼ばれる。南側のピークには NHK さんアシアテレビ中継放送所と3テレビの山芦ア屋アテレビ中継局のアンテナが一本立っており、芦屋市街地から見えるランドマークとなっている。戦国時代初期の官僚細川市の家督継承を巡る内紛で芦屋原の合戦の舞台となった高尾城がかつて高尾山の山頂付近にあった。現在、 顕著な定石は残存していない。主な登山道は、芦屋市山芦屋町の城山登山口からの直東道であり、荒地山へ向かう登山道の一部となっている。所要時間は参考例。ありがとうございます。